こんにちは、竹村です。今日は和歌山にあるボディショップジェネリクスさんの方へ、お邪魔させていただく動画です。リスナー様のですね、日産デイズをジェネリクスさんの方でボディカスタムじゃないんですけど、今回はマフラー、ブリッツのマフラー取り付けたんで、喜んでいろいろコメントいただいてたんで、ちょっと僕もジェネリクスさんお友達から腕がいいって聞かされてたんで、一回ちょっとご挨拶というか紹介してもらいたいなと思って、お邪魔させていただいた次第です。で、ちょっとここジェネリクスさんの方、お友達が道めっちゃ狭いでって言われてたんで、ちょっとこう今日はジェネリクスさん行くちょっと狭いというポイントの場所から動画始めますんで、すいませんけれども、よかったら見てください。あとジェネリクスさんでいろいろできることですね、ちょっと紹介もぜひさせてください。では最後まで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ここから歩いてすぐな。あ、そうなの。青い方の右から。ジェネリックスさん到着いたしました。目的地は右側です。お疲れ様でした。こんにちは、竹丸です。今日はボディショップジェネリクスさんの方に遊びにやってまいりました。僕のお友達がみんなジェネリクスさんの腕がいいいうことで、ですね、ボディ全般のカスタム、例えば前言ってたバンパーの穴開けとか、あとははみたいですよね、オーバーフェンダー、ワンオフで作ってくれたりとか、いろいろやってくれます。それで今急遽お友達とアルトワークスちょっと修理してるんですけれども、社長に一応確認させていただいたんですけれども、ワンオフでボディのパーツとかいろいろ作ってくれますんで。すみません、ジェネリクスさん差し込みなんですけれども、翼端板のね、僕の友達が言うてるのはシャケって言ってるんですけど、翼端板を伸ばすスペーサーみたいなジェネリクスさんで作ってもらえるんで、よかったらどうかなと思いまして。その翼端板のパーツっていうのがここですね、ちょうどこの GVB と、VAB の、 カーボン、ドライカーボン GT ウィングのこの形に合ったこんだけのスペーサー社長とこで作ってますんで、よかったら、注文も承ってるっていうことで、一応宣伝ですね入れさせてください。実物今ちょっと群馬行ってるんで写真ちょっと撮れなくてすいません。これは今度ジェネリックスさんの方でカスタムする GVB で、今度ここ穴開けるってオイルクーラーに風当たるように、でこれが前紹介させてもらったジェネリックスさんで開けたダクトですね。見えない、ここにダクト通ってます。あと外装とは別にジェネリクスさんの方でパーツ持ち込み、フルバケと、ステアリングですよね、ジェネリクスさんの方で交換されるご予定です。社長から今日ネタがないんですけれども、これちょっとPR してほしいということで、塗料を入れ替えてデュポンっていう塗料ですね、導入したということで、ボディの前塗とか、一部塗装ですよね、カラーリングの変更とかも承っているということで、ぜひご相談ください。おお、混ぜてるんですね。
今急遽かっちゃんのあのアルトワークス修理中で、隣のシルビア、叩くんかはみタイヤオーバーフェンダーするのかちょっと今検討中ということで、他にちょっとカスタムカーないんですけれども、もうほんまホームページとか見てもらったらめっちゃ丁寧、仕事丁寧で綺麗で、でなかなかお値段も安いということで、ぜひぜひジェネリックさんの方に一回ボディのカスタムご相談ください。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。